新たに原爆死没者となられた方々のお名前を記した名簿を、遺族代表河野律子さん、被爆者代表正林克樹さん、青少年代表浅尾かなみさん、そして長崎市長の4人で奉安いたします。ただいま奉安しています原爆死没者名簿には3487人のお名前が記されています。昨年までに奉安いたしました方々と合わせますと17万2230人となります。